ヒッパルコスとは、1989年8月8日に欧州宇宙機関によって打ち上げられ、1993年まで運用された高精度一天文衛星である。世界で最初の一天文衛星でもある。日本ではヒッパルコス衛星と呼ばれることが多い。なお、ヒッパーコスは、ハイプレシジョンパラララックスコレクティングサテライトの略である。 古代ギリシアの天文学者ヒッパルコスにちなんで名付けられた。この衛星は構成の位置を大気の影響のない宇宙空間で精密に測定することが主なミッションであった。その位置の時間的な変化を観測することにより年収視差に基づく構成の距離及び固有運動を求めることができる。衛星バスとしては質量約 1400kg の六角柱状の 構えからだと3方向に伸びた太陽電池パドルを備えていた。打ち上げはドイツの放送衛星タベサット -2 とともにアリアンロケット V33 号により正常に行われた。しかしアポジモーターの故障により正式軌道への投入ができず、近地点約5 0 0トル遠地点約3万6 0 0 0トルの極端な楕円軌道に止まることになってしまった。 しかし、欧州宇宙機関の運用、観測スタッフの4ヶ月にわたる観測システムの再構築により、大半の観測は問題なく行われた。1993年6月の観測終了までに、全天の構成の観測を行い、118,218個の構成について、引っ張るコス製氷として知られる製氷を作成した。 限界等級は12.4等であるが、十分な観測がされ、精度も高いのはおよそ9等級よりも明るい星である。9等級よりも明るい星に対しては、1および年収しさに対する精度は、平均0.001秒角程度である。地球からの距離が d パーセクの星では、年収しさが1、d 秒角になるので、 距離が100%以下の星までの距離をおよそ10%以下の誤差で求めたことになる。誤差10%以内の精度で観測できた星の数は2853個であった。また、固有運動の精度は0.001秒角、年程度である。また、衛星の姿勢確認、制御用の補助観測装置による観測データを用いて、低い精度ではあるが、天体の位置と、 二色の高度を観測を行った。これはティコ実験と呼ばれており、このデータはティコ製表としてまとめられ、1058,332個の星が掲載されている。後に同じ観測データの再解析を行って、より多くの星のデータをまとめたティコ第二製表も作成された。これらは引っ張るコス製表に精度は劣るものの、 はるかに多数の星のデータがまとめられているため、重要な製氷となっている。引っ張るコス衛星によって、前天の恒星の位置が精度よく観測され、多くの星の距離が年収しさから明確に決定できた意義は、非常に大きい。この観測データに基づいて、多くの科学的な研究が行われた。まず、精度よく距離が測定できた星の数が大きく増加したことにより、 HR 図の精度が向上するとともに、それぞれの星の HR 図上での位置が細かく分かるようになった。その結果、恒星の構造と進化についての研究が進んだ。また、恒星の距離と運動速度を統計的に扱うことにより、太陽系近傍の銀河円盤の構造と力学についての研究がなされた。そして、宇宙の距離橋後の重要な段階についての研究が、 進んだ。他の多くの研究も含め、2007年までに得られた研究成果について、ヒッパルコス衛星のプロジェクトマネージャーであったマイケル・ペリーマンがまとめた本が出版されている。ヒッパルコス衛星の位置決定精度では、誤差10%以下の十分良い精度で距離が観測できたのは、地球から約100%以内の星であり、天の川銀河の大きさに比べると非常に、 短距離である。また、星は固有運動によって徐々に位置が変化しているため、固有運動の観測誤差によって、現在の星の推定位置の誤差は、毎年増大している。そこで新たなより高精度の観測を行う必要あり、そのための後継計画が、欧州宇宙機関による外野計画と日本の国立天文台が中心に推進しているジャスミン計画である。 ありがとうございます。